これは虎ではないかなと思うんですが、まあ、虎もですね、なかなかこう、良い感じにね、仕上がってるんで、この虎も虎でね、いいなっていう感じではありますね。こう、なんていうんだろう、この凛々しい顔とかね、こういったところが見えて、こういったリアルなやつってね、本当に買うとそんなにお安くないんだよ。一つあたりだいたい1000円ちょっとぐらいするのはな、するんだけど、でもこういったものリアルな動物だから、結果もっと高くなるんですよ、この人たち。だからそういうところになるとですね、こういうのものっていうのがたくさんあると、後々価値なんかも高くなるので、まあ、非常に面白くてね、いいなと。で、このシリーズはね、本当にリアルにできてるんで、そういうところがね、非常に、面白くてね、いいなっていう感じ。素材が何で作ってるのか、ビニールみたいな、ビニールって言ってもあの袋のビニールじゃないですよ。その素材がなんかビニール製のなんか素材で作られてるのかなって感じなんですが、なかなかよくできていて、これはこれでよく面白いなっていう感じでございますね。どうもありがとうございました。